こんばんは。こんばんは。あずみです。ふみさんです。なんで声ちょっと上がるん？OK 。今日は何喋りましょう、ふみさん。今日はね、海外ドラマ、マニフェストを見始めましたっていう話と、はい、あと、まあ、ロードバイクとか自転車でちょっと遠くに行くときに、とてもいいサービスがなんか和歌山の方であるんで、それの話をちょっとしようかなと思っております。あずみさんは？はい、私も新しいシーズン始まりました。ルーキーシーズン5について話します、うん、それからパズルが好きっていう話をしたいと思います。はーい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、関西人の頭の中ってこうなんやで。あったわあったわあったわの中はこうなんやで。今日はカメラが不調なのでカメラなしです、ごめんね。イエーイ、久しぶりやで。久しぶりですね。最近なんかあれやね、お互いちょっと忙しいようでうまく時間が合わないけどね、今日は2週間ぶりということで。2週間ぶりの関西人、うん、どうですか調子の方は。いやいや、仕事もねやっと落ち着いた感じがしてきて、ゆっくりやらせてもらってますわ。よかったよかった。はい、はいはい、どうですか安住さんは。先週イタリアに行ってきてイタリアそうですね、あのイタリアに行ってきまして、うん、あ、アルマンドさん、コインありがとうございます。おー、ありがとうございます。ありがとう。イタリアに行ってきて、水曜日の飛行機で行って、うん、水曜日の飛行機で帰ってきたから、うん、2回関西人ができなかったっていう悲しいことやで。ほんまやで。でも水曜日の移動はいいなと思いましたね。なんかそれは何、人が少ないと。例えば1週間にさ、一応半分働いてから、うん、じゃあ出発しますとか、うん、1週間にが半分しか終わってない時に帰ってくるから残り半分働けますみたいな、まあちょっと、うんうん、まあバランス良かったかなってそれは思いました。というわけで早速ね、ふみ、うん、さんの 90% からいきたいと思います。いきましょう。はいはい、ね、Netflix で配信されてる、うんうん、マニフェストっていう海外ドラマ、シーズン3までやってて、シーズン4が来月ぐらいからまあ始まりますよみたいな、まあまあ長いこと続いてるドラマで、どういう話かというと、飛行機に乗ってたら乱気運かなんかに巻き込まれて、でそれで収まったと思ったら なんと5年 もの月日が経っていたっていうお話で、でそれで5年間ただ経ってるだけやったらまだよかったんやけど、なんかその乗客の皆さんにちょっと変わった能力というか、そういう力が授かっててみたいな。でそれでその主役の人が刑事なんやけど、そのなんか声が聞こえたりするのよ。それでなんか誘拐犯を捕まえたり、まあいろいろ活躍してんねん、その不思議な力で、力のおかげで。うん、そうけどなんか政府がなんか裏で動いてたりして、なんか政府は何かその5年経ってることに対して何か知ってるんじゃないかみたいな、こうなんか謎をめいてるのよ。とにかくもうね、ふみさんね、そういう謎をめいてることとか、その能力、特殊な能力があるとかいう話大好物なんで、うん、もうこのマニフェストっていう話はもうその全てが凝縮されてる、てるから、もうすごい楽しく見させてもらってるし、今4話か5話ぐらいまで見たかな、うん、4話か5話ぐらい、うん、そうそうそう、今のところはいい感じ。そうだからその乗客からしたら一瞬の出来事なのよ。ただ飛行機乗ってただけやったから、
けど、うん、その周りの家族からしたら5年っていう長い月日が経ってるからいろんな環境が変わってるのよ。その人が亡くなってたり、うん、でも旦那は死んだものやと思って処理されてるから新しい恋、うん、新しく恋をしたりして、そう、それのその楽さもちょっと楽しくて、うん、うん、そうなの、そうなの。今後どうなっていくか、じゃあまだもう未知数なわけですよね。そう、だからその不思議な声がしたりするその能力も悪い能力なのかいい能力なのかもまだ分からんし、うん、うん、うん、かどう、今のところはその声に従って動いたら事件を解決したみたいないい方向には動いてんねんけど、果たしてどうなんやろうみたいな、そう、すごい面白い。ところでマニフェストって日本語に訳すとなんていうの？表出表明、何かが現れるっていう意味ですね。だから例えばほらよくさ、みんな神信じてたりするやん。神様信じてる人とかな、神様神様って言うけど神様って出てこへんやん。でも例えばその神様の力で何かが奇跡が起こったりしたら、そういうのをマニフェストって言ったりとか、あ、なるほどね。何かがそういう感じやな、うん、何かがその示されてる、この何か起こったことに対してこう意味付けをするみたいな、マニフェストみたいな、うん、あとなんかほらなんか政治とかでもマニフェストって使うよね。うん、マニフェスト、なんか公約とかそういう意味、公約みたいな、うん、だからまあ現れること、表されることみたいな、マニフェスト、うん、ですわ。そうそう、なんかだからそういう神様系の話でもあるな、確かに。なんかその名前からしたらな、神様、なんかかなりそのキリスト教系の感じあるんやろなって思った。あ、でも正直、ミカエラとかな、正直なこと言っていい？いいよ。私もな、4話か5話ぐらいまでは見てん、うん、あ、そうなんや。だからまたそんな中途半端な、うん、だから、いや、ごめん、正直シーズン1は見たかもしれん、うん、あ、そうなん。うん、だからふみさんもこのシーズン1いけるとは思う。だから、うん、この後やな、シーズン2の後どれぐらい伸びるかちょっと見てるから。ああ、ということで安住さんはシーズン2を見て、うん、あ、ちょっと違うなと、私に合わないなと思った、ね、私に合わないなっていうか、そのなんていうの、このドラマ何で引っ張るみたいな時にさ、いや飛行機消えてまた現れてきてんやったら、うん、一瞬で終わってまうやん話が。そうで、じゃあ何で引っ張るっていうところの魅力が、私はもうシーズン 1回分、1シーズンしか持たんかった。あ、そうなんや。だから、まあ、確かにその、うん、828便の人たちからしたらなんか何も覚えてないわけやん。気づいたら5年経ってたってだけで、うん、けど実は5年間どっかで暮らしてたんじゃないかっていうこともある言えるわけやから、だからその話をするんちゃうかなとは思ってんねんけど、その空白の5年間何があったのかみたいなことがこうちょっと記憶を思い出したりとかして、あ、そうや、そういえば私たちはここでこんな風に過ごしてたんだったみたいな。それなりに全部ふみさんの予想？そう、そうちゃうかな。じゃあ一言だけ言わせてもらっていい？うん。飛行機に乗ってたさ、双子のあの片割れ、年取ってへんやんか。取ってへんな。だから、うん、5年間過ごしてたっていうのはそこでこう否定してるのよね。時間が経ってないことを表現したかったから、だから大きくなってないやん。つまり、あ、時間経ってないやん。あ、828便のみんなはね、そうそう、だからそこは多分時間経ってたっていう方に方向性切るのはだいぶ難しいんちゃうかなとは思うけど。ああ、なるほどな、うん、まあまあ、なんかちょっと交互期待ですよね。うん、まあまあ、じゃあそれはそれでどう、じゃあどう展開していくんやろうみたいなね、楽しみがあるわけで。そう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 、うん、いいんちゃいますか。はいはいはい、うん、新しい。あ、ちょっと待って、なんかコメントでさ、アマンド、アルバンドさん、うん、This one is very fun ははって楽しんでくれてるってこと。あー、うん、そうか、マニフェスト
好きなんかな。あ、みんな見るの、うん、アルマンドさん、スイートさん見ますか。あ、まあ私は結構前に見たことがある。なんかフールで見たかな。なんかそんなに、まあ前からあるやつやから、うん、で近々シーズン4がさやるってことはさ、まあまあ人気があるってことやから。いや、それは人気があるってことやと思う。だからその、方針弱いって思ってるのは私だけで、ちゃんとした方針があるから続いてるんやとは思うけど。なるほどね。はい。いや、これに出会わんかったらね、ちょっとまだ海外ドラマ見てませんっていうことなりかねんかったから助かったわ。おー、何弱虫ペダル以降？そう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 、弱虫ペダルばっかり見てて、いや海外ドラマも見たいなと思っててさ、なんかさ、俺ご飯食べながら見るんが好きやねんやん、うん、けどアニメをご飯食べながら見るのは好きじゃない、ね、なんかドラマを見たいのよ。なんか不思議よね。うーん、なんかアニメは違うのよ。まあわかる。私もアニメは見たくないな、ご飯食べるときは。なんか実写のね、ドラマをね、うこう食べ、ところでなんか、ネットフリックスなんか広告つくんやっけ、うん、ああ、なんか安い代わりに広告みたいな。うん、うん、いらんね。ああ、興味なし。興味なし、もう全然今ので満足してるんで。広告とか見させられるってことでしょ。そう、そういうことです。テレビみたいに。そういうことです。15分経ったらいきなり CM みたいな。そう。嫌やね。でも。そういうのがないの、ないのが、これ、こういうサブスクの楽しみやの。まあ、そうやと思うね。なんか私思うねんけどさ、お金払ってないんやったらさ、広告見せられてもいいけどさ、うん、少なくともさ、うん、何百円か払ってんのに、見せられるのは、ちょっと、ね、うん、えってびっくりする。うんうん、その何広告を見たらお金払うの少なくて済みますやん。払わんで済みますと少なくて済みますって、うん、全然ちゃいますけど、うん、と思って。確かにな、うん、はい。まあ他にはね、ダーマ、これよく見ますね。最近ダーマも見たいのよね、うんうん、これほんまにあった話やろ、うん、連続殺人犯ね、十数年間逮捕されなかったのはなぜかという話の。すげえよな。わかりましたよ。じゃあ次の話題いきますか。はい。わかりました。じゃあふみさんの2つ目。